宮崎キャンプフル帯同していますけど、トップチームのトレーニング含めていかがですか、雰囲気は。強度高くて楽しい場面もあるんですけど、苦しい場面もあります。苦しい場面どんなところですか。やっぱ1対1の時とか、みんな能力も高いし技術もうまいし、なんか止めれんくて結構いかれたりする場面とかあるんで、悔しいです。逆にどんなところ通用するなって感じますか。フィジカルコンタクトとかは、まあ、そこそこできるかなって感じです。もう残り宮崎キャンプも少なくなってきますけれども、どんなことをもっと吸収していきたいですか。まあ、ユースとの違いが強度のところ、プレッシングの速さとか切り替えの速さとかなんで、そこをもっと吸収してユース帰っても還元できるように。